ウマ娘のライブが終わって近くのホテル小浜ロイヤルパークホテル来たんですけど、グレートアップしていただきました。広っ割広い、すげえ。でもなんかこの辺あれじゃない、なんか多目的ベンマックスのバニラチョコかわいい。いやー、今日、ウマ娘ちゃんのライブに行ってきまして、まあ、めちゃくちゃ良かったです。やっぱ、なんかいつも分刻みのスケジュールで生きてるんですけど、なんか忙しくて。なんかね、休日もね、なんやかんや、こう、分刻みで動いてしまうっていうか、そういうところがあって、なんか時間がもったいないなと思ってしまって。じゃーん。かわいい。写真撮ろう。推しはライスシャワーなんですけど、やっぱりゴール先輩、ゴールドシップ役の上田ひとみさんがめちゃくちゃ好きで、で私さんがもう来てくれて、あ、ここに来てよかったかわいいと、ね、かわいかった。やっぱゴルシーウィークとあってね、ゴールデンウィークとかけてるんですけど、もうゴルシちゃんがメインで歌ってて、追加ポイント行きたいって思っちゃいましたね。はい、気を取り直して、じゃじゃん、少年マガジン、マガジンデビューっていうサイトに、これをこの間ね、前回読んだ時にね、読んで原画展も見に行きました。あめちゃくちゃ良かった。このシール欲しくて買った。原画展良かったっすよ、本当に、ね、本当は東京のあのガラス張りのとこ行きたかったんですけど、まあさすがに無理でしたそこまで東京にはかっこいいってはいけない。マジ、ああ、つらい。そう、マガジンデビュー。そう、これでマガジンデビューっていうサイトを知りまして、最初に投稿した100路の次に書いた2作、100路を読み切りで持ってったその次の作品、2作品目を書いたんですよ。で、よくよく考えたら、これ今んとこどこにも持ち込み持っていってなくて、評価もわからないものなんで、とりあえずマガジンさんにポイって貼り付けたんです。でそのうち編集者さんのコメントが来るんで、明日平日やから来るかなっていう観測的希望です。でマガジンといえば、最初はやっぱ一番存在が大きかった進撃の巨人ですね。進撃の巨人はクリスマスプレゼントに漫画それまで出てた分を大人買いしてもらいましたお母さん分かったの母親なんですけど、まあ、両親なんですけれども、いやもうやっぱね、衝撃的でしたね、うん、衝撃的でしたね。リヴァイ兵長、めちゃくちゃホットモットのコラボのラバストやら、もうタオルやら、原画展も見に行った、展示会かな、その時 ATC ホールに行って母親と一緒に行って、で完結しましたね。いやー、なんかエレンのミカさんに対する思いが可愛かったなっていう印象です。で途中からすごい大人びてなんかえらい冷たいやつになったなって思ってたんですけど、いやーね、ちふゆくん推しです。何話そうと思った、コーヒーなのか。じゃん、コーヒーセット、神秘的。
てかこの間びっくりしたんですけど、このケトルにカニをね茹でた人いるっつって、その後見てたらパンツを煮沸するって言ってて、もう最悪やんそれって洗濯機ちゃうぞと思ってね。いやもう私よくケトルにお湯沸かしてコーヒー入れる人なんで、コーヒー大好きなんですよ。そうマンハッタンカフェも可愛かった。いやーだって4時半開園で私5、6、7、3時間沸騰して、なんか横から見えたがすごい首の肩が凝ってますね。いやー帰り道アグネス・タキオのコスプレしてるお兄さんいて、おすっげーと思って、後ろから見たら存在感すごかった、お兄さんすごいなって愛が詰まってましたね。最近マガポケのアプリでファブルを毎日読んでます。いやなんかファブル実写映画化してて、カダくんやっけな、 V6 のカダくんが映画やってて、でまあ実写映画のアニメだけに、ああよくあるアクション系かみたいな感じであんま興味なかったんですけど、ツイッターでよく広告流れてくるじゃないですか。もうそのそこに出てくるようこちゃんってね、お姉さんがいる出てくるんですけど、お酒飲んでるあのシーンのところを下り見て、あやばい続きを見たいってい今カーテン開けてるじゃないですか、向かいの人と目合った気まずい。あ、待って、これコーヒー使っぱなしや。え、乾杯乾杯。熱っ。ということで、最後まで見てくださった方、ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。換気扇のあれかなと思ったらテレビのボリュームっていう。おはようございます。電車の音で起きました。ということで、じゃあマガジン読みました。で次応募するやつ知らなかったんですけど、第6回漫画脚本大賞というものがありまして、7回があれば応募しようかなって思ってます。個人的にはラブコメがいいんかなって、優秀賞とかね、週刊少年マガジン編集者栗田博俊さん、漫画の原作は文字を書き始める前にすでに受賞できる作品かどうか決まっています。おーすごい。つまり設定プロットが命です。文章の上手い下手はあまり関係ありません。今回はおとなしい設定の作品が多くて残念でした。思わず笑っちゃうようなすごい作品が見たいですね。アフタヌーン編集長金井明さん、飛び抜けて絶対これという作品はありませんでしたが、どの作品も物語の出発点にオリジナリティのあるアイデアが仕掛けられていて読んでいて楽しかったです。自分以外には書けない物語って何だろうと自分に問いかけてみると答えが見えてくると思います。で、マガジンデビュー&新サービスウェブ持ち込みに投稿しよう。編集者による総コメント数5000を突破。マガジンデビューは全ての投稿作品に必ずコメントを返信します。また返信しましたら動画あげようと思います。アナログ原稿の写真投稿も今なら OK。今ならですよね。今投稿したいと思いますよ。コロナ禍で編集部に直接持ち込みができないと困っているあなたへ新サービス、ウェブ持ち込みも開始しました。詳しくはマガジン公式サイトの原稿持ち込みページをチェック。ということで次はマガジンさんにウェブ持ち込みをしていろんな、ね、意見を取り入れて次の漫画に作品に活かせるように頑張りたいなと思います。で次天神さんとの縁結び、これ待ってみたら加納英子ちゃん、英子ちゃんがインタビュー受けてまして、 YouTube もすごいんでインタビューちょっと読み止めてしまいましたね。マガジン読んだ感想でしたどうもらわれたら
またそれを動画にしようかなって感じです。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。資料映像を撮りに三軒園にやってきました。なんか大正時代に作られた建物らしくていい感じです。なんか石積んである。